全て着用していきたいなと思います。ということでダウンといえばまずは名前が出てくるでしょう。アークテリクスでこれは変われへんよ。はい、本日ですねこちらダウンジャケットですね全て着用していきたいなと思います。ということで今回ダウンと中綿ジャケット40何着ありますので、こんなペシャペシャ喋ってる前にもう先ね着ていきたいなと。まず一番最初ですねこちらゾーンということでモンクレールのダウンジャケット着ていきましょう。はい、これはねマヤっていうモデルなんですよ。モンクレールのマヤっていうモデルでサイズはね3で着用をしております。1回ねもう買って2、3ヶ月でこのファスナーが壊れたっていうことあったんですけど、まあそれはねまた修理とかしましたみたいな感じで1年経ってどうやったかみたいな動画を出そうと思ってるので、それを見ていただければいいかなと思うんですけど、フードも取り外しができるタイプですが、今年ねモンクレールもう一方か二方購入してレビューしようと思ってますので楽しみにしていただければなと思います。そして次がですね先ほどのモンクレール20万円から26万円まで今年6万円値上がりしてて、6万も同じ商品の値上がりしてんのと思ったりしたらですね、このマーモットの方はですねすごい安いんですね。この差額で買えちゃう、去年と今年の差額で買えちゃうぐらい安いんですけども、僕178センチ、70キロ69キロぐらいで L サイズで、まあ、ちょうどいいかなと思うんですが、これもね結構比較的いいバター、750フィルパーかななんか使ってて、今年のユニクロと同じぐらいです。だからユニクロの水準めっちゃ高いですよ。ユニクロで基本で喋り出すとノースとかほぼ負けですから、ノースなんか多分9割9分ユニクロに負けてる、あの綿の質だけで言ったらねっていうぐらい綿の質高いんですけど、このマーモットもすごい頑張ってはいてるんやけどもっていう感じかな。まあコスパはいいけどもあったかいかって言われたらあったかくない。品質はもちろん高いけどもっと中の綿入れた方がいいかなって思うような感じなんで、僕はねこれレビューした時はあのスペックだけで言うと750フィルパーでなんぼか忘れたけども値段も結構安くて、あコスパいいやんと思ってね、ここに裏に750って書いてますけどいいやんと思ったけども、まあ値段相応かなっていう感じで、ほぼ来ませんでした。そしてですね泣く子も黙るヌプシシリーズっていうのがあるんですね。でヌプシのこれが一番最初に僕買った XL サイズのヌプシなんですけど、今となってはもうサイズ変わっちゃったんですよ。これ2020年に買ったモデルなんですけど、2021年か2022年ぐらいからサイズがちょっとワイドメインになっちゃって変わっちゃったんで、もうこういうシルエットではないんですけど XL がこれ。そしてみんな大好き US モデル、だいたいノースフェイスの日本のやつ買い出してちょっと飽きてきたら US モデル行きがちっていうね、だいたい1回もみんな挟むんですよ。 US モデルは挟みがちなんですけど、でこれ US モデルね、でサイズが M サイズですね。ちょっと僕にとってはちっちゃいですね。もうワンサイズ上でもよかったかなと思うんですけど、アメリカサイズやからワンサイズ下げた方がいいんかなと思ったんですけど、そもそもの形がボックスタイプなんですよ。だからサイズ下げると丈ちょっと足りなかったんで、 US 規格のヌプシも変わらずね L でよかったかなと思います。でこれが日本サイズのヌプシで、これ去年出たやつなんでボックスタイプというかちょっとシルエット変わっちゃったんですけど、これもね僕はもう去年来ませんでした。もうレビューするためだけに買ったっていうジャケットなんですけど、これが L サイズ。そしてですねめちゃくちゃ視聴者さんからするどこのダウンジャケットですかって聞かれるダウンジャケットナンバーワン、これね、これよく着てたんですけど、まあ、最近は、着ないですけど、これレザーのねヌプシジャケットなんですよ。でスプリームとのコラボで出たやつで、もう多分これ20何万とか30万とか出しても多分手に入らへんと思うんですけど、やっぱねレザーやからちょっと割れ出してるんですよね。で僕あんま気にせんと普通にもう雨の日とかも関係なく着てるから、本来レザーってそういう着方しちゃダメなんですよ。だからこれ剥がれてきてるけど、まあそれでもねせっかくこれ視聴者さんにもらったやつなんですよ。隊長っていう視聴者さんにもらったやつやから着いひんのが一番もったいないじゃないですか。だからもう全然天候とか気にせずガンガン着ていこうと思って、あここも割れてますね。こういうのはね神経質に着たい人には向いてないようなジャケットですね。もう僕みたいに全然気にせんとガンガン着ていく人とかはいいと思うんですけど、まあちょっとその代わり重たいですけどね。これが M サイズですね。 US 規格やからシュプノースなんでちょっと大きめですね。そして次がイタリアの高級生地を使った、現在僕が作ってるダウンジャケットですね。これちょっとワンサイズ下のちっちゃいやつなんですけど、まあ、これまだ実は今年作れなかったんですよ。だから来年完成するので来年楽しみにしておいてください。こんな感じの、まあ、僕結構柄物とかは他のブランドで買うので、シンプルで一番原価高いダウンジャケットを作るっていうテーマでねやってますね。楽しみにしておいてください。そしてですね次がちょっと注目されてるほど人気が出なかったんですけど、あのダイワっていう釣りメーカーが出したダイワピアっていうモデルの、ダウンジャケットですね。釣りメーカーが街用に出したゴアテックスとか採用しているダウンジャケットなんですけど、まあアパレルもあるんですけど、今ねダイワシリーズがピア以外にも何個かあるんですよ。なんかそういうファッション系も出てるんですけど、一部の人にハマってるんですけど、そこまで爆発的に人気が出てるモデルではないんですが、確かこれダイワピアが一番最初に始まった時に買ったダウンジャケットなんで、もしかしたら人気出るんちゃうと思って先に先行レビューしとこうと思って買ったけども、あんま人気出へんかったってやつです。はい、それではですね次はですねダウンといえばまずは名前が出てくるでしょう。こちらナンガというモデルですね。でナンガもですね今年からサイズ感変わったんですよ。だからこういうちょっとスタイリッシュっていうよりかは少しこう大きめっていうか感じに変わってるっていうのと、あと僕パーソナルカラー診断持ってる僕からするとこの色多分めっちゃ難しいんですよね。似合う人と似合わない人の差が激しくて、似合わない人着たらおじいさんみたいになるんですよ。だからその辺はちょっと気をつけてほしいなっていうことで、僕は結構周りの友達とかはいやお前多分これ似合わん色やからやめといた方がいいぜとかって言ったりよくするんですけど、こういったちょっとくすんでるカラーとか、これもう一個上位モデルなんですけど、この色もちょっとくすんでるんですよね。緑っていうよりかはちょっと暗めの緑みたいな感じなんでちょっと難しいですけど、これはねオーロラライトっていうんですよ。でオーロラダウンジャケット、オーロラライトダウンジャケット、普通ってライトってついた方が軽量とか簡易的っていう意味であるじゃないですか。この場合ね
ライトってついてるのに上位モデルなんですよ。ややこしいでしょ。だからそんな覚える必要ない。とにかく上位モデルなんやと思ってたらいいんですけど、これはね、確かにワタは上位モデルなんやけど、やっぱりもともと寝袋のブランドっていうことで、いろいろファッションの僕ダウンジャケット持ってるじゃないですか。ちょっとやっぱりね、うんっていう感じ。ワタだけこだわりたいっていう人はすごいコスパ安く、まあ、8万円、これとか8万円とか10万円以下で買えるんですけど、今やっぱいいダウン買おうと思ったら10万円以上出さないと買えないんですよ。10万円以下で買えるの？やけどまあ、側がねっていう、その生地とかの単価とか考えてもね、まあ仕方ないかなと思うんですけど、ちょっと気をつけていただきたいですね。じゃあ、ナンガとアーバンリサーチのコラボのやつあるやん。これもまたおじいさんみたいな色してるでしょ。で、またそれが僕は得意なんですよ。どっちかっていうとね。なんつったって木村拓哉さんと同じオータムですからね。秋のカラーなんで、得意なんですけど、まあこういうくすんだ色味が得意な人はいいんですけど、じゃあアーバンリサーチとのコラボのやつ、安いやんと。これ結構安いんですよ。値段安い、ええやんってなってくるんだけど、これ比較動画でも言ったんですけど、これは僕個人的にはちょっとやめた方がいいと。全てにおいて買いモデルになってるので、ここまで下げるんやったらもうユニクロで良くないっていうのも言わせていただいてるので、まあどうしてもナンガが欲しい、ナンガがいいっていう人はそれはいいと思うんですけど、ダウンの原価から考えた時にこれやったらコスパよく僕ら消費者の考えで言うと、ユニクロに行った方が絶対いいんちゃうかなって思ったりもするんですけど、こんなことナンガさん聞いたらブチ切れられますけどもね。今度ナンガさんの、京都店の方新店ありますので、そちら買い物行かせていただきます。よろしくお願いします。でそれ以外にもですね、頭この辺で挟んでおきましょうか。ノースフェイスも皆さん見たいところやしね。これはね、ビレイヤパーカーっていうモデルですね。これは僕ほぼ着ないので、特に言うことない。 L サイズ、次いきます。国産ダウンといえばね、ナンガもそうやけど、やっぱこれも出てきますよね。デサントの水沢ダウン、これもね、今年からねサイズ変わっちゃったんですよ。ちょっとゆったりめなやつも出てきたんで、間違えないようにしてください。ゆったりめの方がいい方はそれもあるんやけども、このタイトめなやつが引き続きあったりするので、っていうのもこのデサントの水沢ダウンのいいとこって、わざとダウンの綿の量を少なくして体に沿うようにしてるんですよ。だからそのれが良さでぴったり保温力上がるっていうのはあるのに、ゆったりにしてしまうとだいぶ綿ぶち込まんとあかんですよね。でぶち込むと値段ももちろん上がってくるし、さらに形も崩れてくるんですよ。やったら他のブランドのダウンでよくねってなっちゃうので、この辺ちょっと気をつけてほしいなということと、これのさらに上位モデルもあるんですね。これがゴアテックスモデルなんですよ。でゴアテックスモデルはね、ちょっとね雰囲気というか質感若干違うんですね。シャリシャリしてる感じになってて、まあ、これはこれでええやんって感じなんですけど、まあ、僕はあんま着ません。特に着ることはないんですけど、もう多分廃盤になったんかな。ただないんちゃいますかね。次はですね、あれ明るいのあるやん。そうなんですよ、よく見てください。ナンガにも明るいのあるんですよ。ただこれ気をつけていただきたいのが、北海道のセレクトショップでしか売ってないんですよ。どこで買うねんと、わざわざわし北海道まで行くんか。行ってきました。ついこの間旭川までわざわざ行ってきたんですけども、まあそれは北海道のバイクツーリングのついでに行ったんですけど、ここで別に絶対寄らなあかんってわけじゃなくて、一応ネットもあるんで、僕はネットで買ったんですよ。でネットで買って、もう何年も前なんで、この色味もないんですね。だからたまに、それこそ店員さんも言ってました、お客さんから拓造が着てたやつ復刻してくださいっていうお声あるらしいんですよ。で今はもう暗めの色しかなくなっちゃって、こうナンガっぽい色味しかなくなっちゃったんですけど、昔はこうオレンジとか黄色とか赤とか青とか派手な色があったんですけど、今はもうなんかそれはなくなっちゃったみたいなんですけど、どうしても欲しいって方はセレクトショップさんなんで言えば反応してくれるかもしれません。だからどうしてもこの色が欲しいんだと、こういう色作ってくれって言ってたら、その声が多ければ反映されるかもしれないんで、興味ある方はねぜひ言ってみてください。やっぱこういうナンガとかに言っても言うことを多分なかなかこう聞いてくれんと思うけども、こういうやっぱ1店舗しかないセレクトショップとかやったら、2店舗あるかな、2店舗しかないセレクトショップとかやったら結構声通りやすかったりするんで、やけど伝わらなくても知りませんよ。僕は全然関係ないので、多分通じるんちゃうかなと思いますけども、そんな感じです。で次がですね、エクワックスですね。これ軍隊系のやつで、ダウンではないんですけど中に綿が入ってるんですよ。で昔はよくね、ダウンの8倍あったかいとかって言われてて、ダウンよりあったかいの人工の綿がみたいな話とかあったりしたけど、今そういう表記したらダメって言われてるんですよね。だからそういう表記はされないんですけども、まあ一部ではアパレルとかでも昔の情報でお話してある方とかはそういう方もいらっしゃるんやけど、一応それは法律的にダメだよってことになったんで、ダウンの何倍あったかいとかっていう歌い文句ができなくなったんですけど、まあそういうジャケット。ただ確かに水には強いと思いますけど、ダウンの何倍もあったかいかっていうと、それはちょっと計測の仕方によるよねっていう。こう濡れた後計測すると多分8倍ぐらいの差あるけど、全然ダウンとか中綿がカラカラに乾いてる状態で僕も一回検査したけども、そんな8倍も差つかへんかったし、なんやったら温度も1度も差つかんかったかなぐらいなんで、そこまで差つかへんと思いますけども、まあそういったジャケットですね。ただこれがね死ぬほど首硬いんですよ。だからめちゃくちゃ首痛い。そして次はですね、アークテリクスですね。アークテリクスもねダウンジャケットあるんやけど、なんか毎年最近結構変わってます。だから今年も多分またなんかちょっとチャウエス出てると思うんですけど、一応これサーミパーカーってもう今はないかもしれないですけど、ゴアテックスモデルで、当時はまた9万ぐらいで買えたんやけど、もし今年あったとしたら多分10万超えてると思いますけど、もうこの2年3年ぐらいでだいぶ値段上がってるんでね、アークテリクスで。次がね派手なノースフェイス、こんなんあったんやっていうような感じだけど、名前忘れましたね。サイズ L サイズです。これは確かね中綿やったと思うんですよ。だからダウンではないんやけど、人工の綿なんやけども、これ値段結構安かったからレビューしてくださいって声あって、レビューはしたんやけども、それ以上でもそれ以下でもないようなダウンジャケットになってます。
そして次ですね、このごっついやつ、ノースフェイスのヒマラヤンパーカー。一時ね、このねサミットシリーズってやつがもうなくなっちゃったんやけど、今年また復活したらしいですけどもね、これが出てるかどうかは知らんけども、こんな感じのやつ結構ごついですけど M サイズですね。そして次パタゴニア、こちらも中綿のやつでちょっと軽めなやつですね。こんな感じでサッと羽織れるような、一瞬パッと見たらレザーかななんて思ったりするんだけど、よく見たらナイロンのこうテカテカした感じになってるんですけど、こんなやつもあったりします。名前は忘れました。でそれで言うと忘れたあかんのがこのモンベルね。これはダウンなんですよ。でダウンかダウンじゃないかって関係あんのって話なんだけども、やっぱりダウンやったら洗えないんですよ。だけど中綿やったら洗えるんですよ。それが僕らにとっての一番決定的な違いなんですけど、僕このラウンドから似合わへんから絶望的に今似合ってませんけども、なんかおばさんみたいになってるでしょ。こういうの似合わへんねんけども、まあそんな感じですね。体がごつい人とかの方が似合います。こういう華奢な人はあんまちょっと似合いづらかったりしますけども、骨格の問題ですね。そして次がこれも良かったんですけどね、ノースフェイスのサンダージャケット。これもねめちゃくちゃ良かったんやけども、結局今はもうアークテリクスのアトムの方にもうそっちの方が良くなっちゃって行っちゃってるけども、これも一時はねなかなか買われへんかったっていうぐらい人気のジャケットです。これもダウンですね。ダウンとプリマロフトが配合されてたんかな。まあ要するに、ハイテクってこと。そして次ちょっと変わり種ですけど、ウールリッチ。ウールリッチもこういうね中綿のちょっとしたブルゾーンあるんですよ。これもよく聞かれました。どこで売ってるんですかって聞かれたけど、去年買って一昨年かな買った時は5万円台で買えたんやけど、今もう7万何本ぐらいしてるんで値段がどんどん上がってきてるんですけどもね、そんなジャケットで、ノースフェイスの一番元祖のダウンジャケットってのはこれ。別名僕が勝手に呼んでるけども、キムタクのヒーロージャケットっていう、キムタクこういうの着てそうじゃないですか。これも同じく先のは南下方式なんですけど、くすんでるのでパーソナルカラー秋の人しか似合いません。だから日本人の確率で言ったら 20% ぐらいの人しか似合わないような色味なんですけど、これのねベストバージョンもあるんですよ、これ。でね、皆さん思ったでしょ、いるって、もうここまででいるって感じなんやけど、そんなこと言い出したらもうずっといりません。ずっといらんねんけども、動画にしちゃなあかんからそれはいるんですよ。動画で言おうとしてはいるけども、普段ではもう全然着てないですけども、まあいることはいるんですよ。いるってみんな聞くけどもいるんですよ。でね次いきます。そしてね次がですね、こうちょっとロング丈のコート系いきたいなと思います。これねウールリッチのダウンジャケットで、アークティックパーカーみたいな名前だったんですけど、まあこのシリーズで基本的には南極大陸でも着用できるみたいな感じになってるので、このシリーズとにかく俺僕いつも言ってるんやけども、動かない人とか釣りしてる人とかに向いてるけども、これで車の運転とかできませんのでって散々言ってても、それを聞いた上で買って車の運転できませんでしたって言われることめちゃくちゃあるんですよ。だからとにかく僕はもう本音で言ってるのでね、これでダウンジャケットで車の運転は暑くてできんし動きにくいから向いてませんよって言ってますので、ほんまですねって言わんといてください。向いてませんよって言ってますのでよろしくお願いします。で今のウルリッチよりももう少し機能がハイテクになってるっていうのがこのカナダグースのシャトーですね。表地とかにね加工とかもされてるんですよ。だから多少の雨とかやったらいけるんですけど、それがウールリッチの方っていうのはもう少しちょっとクラシックな感じなんでないんですけど、もうちょっとハイテクな感じ、雨とか天候とかいろいろ考えてきたよっていう方はこのカナダグースの方はね向いてるんですが、もっと中のこの綿があったかい方がいいねんっていう人は次のやつ、これピレネックスね。ピレネックスはモンクレールに綿を下ろしてる会社ってどこやったっけ。そうピレネックスって有名のピレネックスなんですけど、やっぱり綿にはねこだわりがあるんですよ。とは言いながらもともと重いダウンジャケットやから、モンクレールみたいに綿をいっぱい入れれないんですよ。それ入れちゃうともうとんでもないモコモコになって歩けなくなっちゃうから、やっぱ機動性はないんですけども、こういうシリーズで綿を一番こだわりたいんやったらピレネックス。ただショート丈も入れていいって話になってくると全然変わってくるんやけど、まあ、このシリーズやったらまあこれがね、ピレネックスが一番中綿にこだわってるんじゃないかなと思います。なぜかってもともと羽毛の会社だから、まあ、日本でいうとこの南下みたいなもんですわ。で次に行きたいなと思います。次がねこのシリーズってだいたい15万円は見といた方がいいっていう感じのシリーズなんですけど、まあ、長いのそんないらんよっていう方はねショート丈で、これもタタラスも20いかんぐらいやったとは思うんですけど、これドミツアーノかなんかっていう、まあ、定番のモデルになってたかなと思います。まあ、もうちょっとやっぱ綺麗な印象やし、こう体に沿うようにちゃんとカッティングされてるので、よりこう動きやすさはやっぱこの辺が全然あるかなと思います。さっきの動きづらいんでとにかくねそういうところもあったりだとか、ただ表地がやっぱりシルクはちょっと 1% かなんか入ってるけど、やっぱウールも入ってるということで、首元ですよね、この首に当たってるところというのが若干ウールのチクチク感はせんでもないっていう感じ。他のは全くしないけども、やっぱウールが入ってるということでちょっとチクチク感を感じるかどうかって言われたら、ちょっと感じるような気もせんでもないけども、それは人の考え方によって違うんちゃうっていうような感じで、僕まあこの辺も好きなんけど、もっと好きなんていうとね、このロッキーマウンテンとか好きなんですよ。男の人分かるでしょ。分かる分かる、ロッキーマウンテンかっこいいよなと。でこれはねロッキーマウンテンとダファーっていうとかもう15年ぐらい前にコラボしたやつやから、10年ぐらい前かコラボしたやつが今もないんですけど、デニムに裏地にプリントが入ってるっていうモデルで、もう当時はサイズが細かったからいいんやけど、今もちょっとこれは着られへんけどもね、38やからちょっとちっちゃいけど、まあこれも一緒700フィルパーかなんかでね、ダウンは使われております。そしてフィルパーだ
けで言ったらもうとんでもない化け物がいてます。これね、1000フィルパワー、ただ量は入ってないんですよ。少量の1000フィルパワーがあるっていう状態で、確か産地に関しても明記されてないので、やっぱりダウンっていうとヨーロッパがいいんですよ。でもっと言うならポーランドかハンガリーがいいっていうところあるんやけども、まあ、そこが明記したいってことはおそらく中国とかじゃないかなと思われます。中国もしくは台湾っていうところもワタはあるのでね、まあ、それの1000フィルパワーです。で今年のダウンジャケットを、タクトさんこれ買おうと思ってるんですっていう声もたまに聞くんですけど、ただねこれはねダウンとして扱うっていうよりかは冬のサッと羽織るものぐらいで感じてください。ダウンジャケットやと思って1000フィルパワーやと思っていくと全然あったかくないので、それにちょっと気をつけていただきたいなっていうことと、やっぱりヌプシはベストだよねっていうことでね、1990年代の方はなヌプシっていうとベストのイメージあると思うんですけど、これは海外規格のヌプシですね。やっぱりボックスタイプのねベストってザブトムっていうかちゃんちゃんこみたいなのあるんですよちょっと難しいね、ちょっと僕しっくりきないけども、そんなんがあったり、あとねアークテリクスでこれは買われへんよ、アトム AR はねもうなかなか買われへんよっていうところもそうなんやけど、もう販売してないのかもしれん、今年はもう販売してないのかもしれないけど、今までは僕とにかくアトム AR 皆さん絶対全人類買ってくださいっていうぐらい良かったんですけど、もう販売してないのか、もしくは販売したときに値上がりはしてると思いますけどもね、これも人工の綿なんで洗えますよっていうところが良かったりしてるんですけど、よく、アトム AR とアトム LD どっちがいいのって言ってるのは、アークテリクスの動画紹介してるやつあるからそこで見てください。 AR とか LT の違いってなんだろうねって一緒に見てます。いやでも高田さん迷った場合どっち買えばいいんですかっていうお声もよく聞くけど、それも動画作ってます、とにかく黙っている AR を買いなさいと、もう迷うような人は AR がちょうどいいっていうのも言ってます。これ LT ですけどね、まあ多少の違いはあるんですけど、もうそこで喋ってるのでもう割愛します。そして次はですね、ノースフェイスのマウンテンライトジャケットとかマウンテンジャケット持っててジップインジップしたいっていう方は、これジップインジップ用に作られたアコンカグアっていうのがありますので、そういうのがあります。で次はね中綿ジャケットでね、これね 1LDK っていうね青山、東京の青山のセレクトショップで買ったやつなんですけど、これね中綿がねクライマシールドっていう米軍にも使われているエーペっていうシリーズなんですよ。でこのシリーズを使ってね、僕もちょうどねジャケット作ろうと思ってたんですよね。ただ僕はこういうロングじゃなくてショート丈が好きなんで、ショート丈でこういう無地な感じが作ろうと思ってたんですけども、まあそれに似てるような感じですね。まだ僕は作ってないですけど、表地がねちょっとなんて言ったら昔のスキーベアみたいなナイロンな感じかな、ちょっとテカテカしてるような感じなんですけど、こんなんもありますね。そしてちょっとこれも変わり種なんですけど、僕がさっきダウンジャケットで作ってた生地と同じこのねイタリアの生地が採用されてて、これスタジオニコルソンってブランドなんですけど、中はね中綿ジャケットやからそんな高ないんやけど、表地がやっぱ多分結構高いとは思いますけど、これもねベスト10万ぐらいやったんで、袖入れたら15万とかやったかな、ではありました。でもまあ中綿なんでね洗濯とかもできるんですけど、そんなジャケットで、はい、それではね最後ノースフェイス6着で締めたいなと思います。おいおいおい、バルトロどこ行った？そうなんですよ、バルトロここにあります。こちら L サイズですね、そしてこちら M サイズですね、そして2年ほど前小栗旬さんが、ドラマで着てたダウンジャケットということで、小栗ダウンジャケットがもうレビューするためだけに買ったからサイズが合ってない。そして次行きたいなと思います、シュプリームとノースフェイスのコラボ、これ昨年のモデルですね、2022年モデル。これねちょっと間違えたら G に見えるよなんて言われたりするんですけど、G ではございませんね。こんなでかい G 着たらとんでもなく走って逃げますのでね、そんな G ジャケットということで、シュプノースってねアイテムによってサイズだいぶ違うから皆さん気をつけてください。そして僕が YouTube やって一番最初に買いに行ったダウンジャケットがこのマウンテンダウンジャケットっていうのをね買いに行ったっていう動画がバズりにバズってですね、皆さんに見ていただいて知っていただいたというようなダウンジャケットなんで、個人的に思い入れはありますがほぼ着ておりませんが、そういった、YouTuber 卓造を支えてくれたダウンジャケットと言っても過言じゃないかなと思います。そして最後はですねこちらアンタークティカパーカーというダウンジャケットです。もう持ってるだけで重たい。それこそね今度ね自分の持ってるダウンジャケットの PV でも行こうかなと思ってるんだけど、そういう時とかにスタッフの人とかはもう脱ぎ着しないんで、そういう時にスタッフの人に着といてもらおうかなっていうようなダウンジャケットですね。じーっと動かなくてこうカメラだけ持ってるとかにはもう持ってこいっていうダウンジャケットなんで、北海道の人ですらねいらんって言ってました。だからなかなかこれは着る時期限られてるんですけど、まあ、場所とかもね、まあ、欲しい方はいいんじゃないかなということで以上、お伝えさせていました。実はですねこれ以外にもですねまだ買ってきたばっかりのストーンアイランドのねこれも17万ぐらいするダウンジャケットなんやけど、こんなんがあったり、モンクレールのねダウンジャケットも他もまだ買ってレビューしたりとかっていうことで、まだまだ今年も増える予定なんで、まあ、目指せ、100着ということでね、あと5年くらいしたら100着ぐらいまで行ってたらね面白いなと思います。ユニクロとかワークマンに関しては今回はもう出してないので、ある程度数万以上するものしか、今回は出させていただいてないんですけども、まあ、それが100着ぐらい整ってきたらねようやく僕もねダウン系 YouTuber をねちょっと名乗れるんじゃないかなということで、これからも頑張っていこうということで、本日はですねダウンジャケットすべて紹介してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。